ゆが日記 YouTube 版、続き2022年5月3日4時13分です。先ほど9時3分で年水三陸上級防災庁舎前に来ております。津波の高さに合わせた公園です。ものすごい威力だと分かります。それでは、この辺で331番をちょっと歩いて写真展とかもありますので、そこを眺めて、5時に宿の送迎バスが来ますので、そこまで行ってやります。